ラジオ学び控回室。はい皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。266回のラジオ学び控回室やっていきたいと思います。はい。はいここからの相手は THK3 年ラジオ学び長の吉川と。はい本日パーソナリティを務めました同じく THK3 年の長谷部慎と。はい今回パーソナリティを務めました THK2 年の加藤ほのかと。 今回技術を務めました THK3 年、そうのコート。いないよ。ないです。ガンでいくかなと思った。ごめん、ごめん。普段はもう終わっちゃった。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ、サブに飛ばしてないから多分、ヘッドホン聞こえない。はい。まあいいや。でですね、えっと。サブに飛ばしてなかった。今、飛ばしました。はい、ありがとうございます。あの、はい。前半が。 ラジ、違う、この歌は何の歌でしたね。そうでした。うん、まあ、なんか、デビュー何周年っていうアーティストを集めてみました。はい、あのね、そう。普段本当全然解けないんだけど、俺このクイズ。今回は知ってるけど、ね。そうですね。たま<々>。今回、解きやすかった気がします。ね、恵まれていた。恵まれました。そう、まあ、が、そのガムがなんかなかなか当たったことないっていうから、うん、割とガムさんが。こうね。 身近な曲を選んだ優しい愛を感じた <laughs> 好きになってしまうえやでおっと待ってやめて <laughs> ここでここで,ここでイチャつくのやめて <laughs> イチャつくなら裏で裏でもうちょっと裏であオッケーオッケー終わってからね終わってからじっくりとイチャついてください <laughs> でですねだから魚アクションなんかもう 収録前から当てられたしね,ねデビュー5 1あの朝デポ来て <laughs> なんと喋ってて魚口の10周年だからアルクアラウンド来そうだなとかって言ってたらそのままアルクアラウン,ラランドを入れてしまいました <laughs> うん <laughs> なんで知ってるかっていうと裏話をすると筑波大生のテレビ番組 PQV っていう番組がありましてどうした映像局長いいよそうあの去年の11月号のオープニングがアルクアラウンドでどりで聞いたことあると思ましたからでガムが出てたもんねそうそうそうひたすら歩き回らされるっていうそうそれでしたねで2つ目が何だっけなスーパーフライさんの「愛を込めて花束を」 なんかね聞き覚えあったからさ CM ソングかなあ流れてた気がするですかねサビだけすごい聞き覚えがあった結構いろんなとこで流れてますね一時期というか結婚式で有名になってたもんね人気の曲みたいなはいと三つ目が思いい出なあれですプロフェッあそうだすがし顔のやつだねなんか ガムが勝ったとか言いながら思いっきり二つとも外してたけどめちゃはずいやんカットして入れとくわもちろん入れとくわあああれねいいですよね解ける<然>解けるって人が解けないのを見てるの楽しいですよね、うん、いなんて言った今までの自分たちの歩いてきた道のりを黒って言うらしい、うん、<laughs> もうなんかマイナスな目しか,ないか、ね、<laughs> もうちょっとね私的な表現でしたね。 いやあれなで僕たちの甘酸っぱい挫折にささぐでしたまあ甘酸っぱいってきたら青春って答えたくなる気はわかるけどね,ね,ね <laughs> あのー、そういつもねパタ俺のパターンなんだけど、はい、メロディーは出てくるけど歌詞忘れちゃうっていうねまあ,あ<ー>いや多いんじゃないそういう人う、ね、俺も見てないもんあんまり歌詞最初あやっぱそうなんうですねメロディーからやっぱどうしても入っちゃうからね曲聴いてるうちに歌詞も自然と覚えってくるっていう,う,、はい、うんだね そんなわけで見よう四つ目の完全感覚ドリーマーは不服ですよ。大正解でしょ僕。ああいや大正解ではないね。まあ半正解。半正解。英語表記でしたドリーマーは完全感覚ドリーマーのドリーマーは英語表記でした。何回も言わないでください。D を文字。そうですよ。ねちゃんと D を文字にしまし完璧だった。完璧でしたよ。ああ悔しいな。 まあこれも THK としては割とゆかりのあるそうですね使ったことあるっていうね映像でね,でねこれもそうなんですよ筑波大生のテレビ番組、P「P‐CUBE」のね3月号の曲なんですよこれね <laughs> すげえちゃんと覚えてるわ <laughs> <ー>去年のだよね去年のと2016年のね、うん、というものでしたで、えー、後半いきますかはい ご飯持ち込みのなりきりショッピングでしたいやーこれ頭使ったねまあ、ね、まあ難しいすごく難しかったねいや,いやいや2人ならやってくれるだろうと思ってましたが <laughs> いやー商品考えるのつらい <laughs> そうねそうパッとねその場で、まあ、そのために前によなんか商品のカードも用意してたんだけど <laughs> 使い物にな,ならねえってさって使い物にならねえっつうね待って 本屋で同じ本取ろうとした大学生がなんでしないとかさ学生買うの。他ねどんながあるんですかねちょっと見てみます。オルトノックでやる。いいですよいいよ。適当に引いてあいいよ。真ん中にする。はい。自分たちで考えてるからもう余裕。余裕。ちょっとかっこいいんですですか。はい。お忍びで買い物に来ているアイドルと SP。 <laughs> あ、どっちがアイドルやる?。えー、どっちがアイドル、ノックがアイドルっぽい?。じゃ、アイドルやるわ。<laughs> 受け入れるのが早い。<laughs> はい、ショッピング。スタート。あ、危ないです。危ないです。ここのショッピングモール、爆弾が仕掛けてあるかもしれません。<laughs> うん、何買おうかな。危ないです。それ、手がけが、手怪我したらどうするんですか?。<laughs> いや、でも、これ可愛いもん。ダメです。あなたの美しいお肌に傷がつきます。何言ってんの気持ち悪い。<laughs> ねえねえこのフリフリの服かわいいダメですフリフリの服なんか着たら周囲の目線で傷がつきますねえじゃあ何買えばいいこの地味なやつしか買っちゃダメなのそうですねまあ地味であれならば大丈夫かなとじゃあこの働いたら負けっていう T シャツ欲しい <laughs> <laughs> ぜひ着てほしいですねじゃあこれ買うよかったこれで アイドルとしてのなんだろう <laughs> <laughs> なんかそのアイドル性みたいなのを守れた <laughs> <laughs> 雑誌何何何四万円0 <laughs> 円働いてください <laughs> 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 えアイドルだって大変だよ働くのねお忍びできてるから、ね、お前そんなフリフリの服着たら危ねえやろ <laughs> 確かに

いいいわね、大阪だ私、虎なのよ。あら、虎の方がいいの。阪神でしょやっぱ虎だよね、本当 <laughs> 本当。あだったらこインしましょう、虎柄のキャップ。<laughs> あら、素敵ニット帽もあるわよ。すてき。虎柄のニット帽。もうこれでインドとか行っても紛れ込めちゃうわ、虎の中に。そうね、ばれちゃうわよ、さすがに。<laughs> 私うるさいもんね。<laughs> もうらせて俺とカ藤ワさんいつ終わるんだろうってずっと見てて。阪神ってトラトラです。はい、バっター。今日じゃなかったけって思った。ああ、いや、トラトラ。最近、阪神強いね。阪神強いのね、強いよ、すごい。最近ね、桑原がセットアッパーですごく頑張ってるんで、桑原。俺なんか鳥谷がすごい打ってること鳥谷すごいよね。よく復帰したよね、あそこ。そうそう、本当に。昨年全然ダメだったから。ノクさん、最初、なんて言った 最初の選手の名前桑原あっ何でもなかったわいや今トラが残っててね一1年生にもほらトラがつく子いるねいるねなんかそれ引きずってで今度ガムがいった選手名に鳥が入ってたからああすげえ動物っぽいなと思ったらだった全然違う何の話をしてるんだの話だよ そんなショッピングモールでしたけどあれは良かったねほんと同時にあめんぼ大図鑑良かったあれはねやりやすかったねすごいとりあえず本買えって決まってましたからねそうだね決めてくれるとねいやあじゃあ第2弾やるときはんか買い物買うもの決めてやろうかなそうするとんかもっとやりやすいかもしれないねもしかしたら同じものをいろんなパターンでみたいなそう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 なるほどね それ面白いね同じものいろんなパターンで買ううんなるほどさてそんなわけでしたでリレートークがあなたが最近買った一番高いものははいうんんだろうんだろうああやっぱカメラかなあああそれは確かになるカメラだないいカメラをそう買ったのはいいもののバイト代さ 二三ヶ月分はたいたんだけどさ、そっからすげえ金回り悪いんだよ。日光にたまらない。そういうことね。なるほどな。いいんだけどねすごい。うん。ま買えたんだろ。別に。皆さんどうなんですか。なんだろうな。僕は服ですね。服か。この前いつも僕 GU とかユニクロで買ってんですけど、初めてライトオンに行きまして、あの二千九百円の服を買いました。 もうちょっとかない,かいやなんかあんまり服にはあんまりお金かけないんですよ。ああ<ー><う>全然かけないな。そうだから2900万はたいて「おお」みたいな <laughs> そうなんか普段なんかそのワイシャツとかめっちゃこあの洗濯物干してる時に飛ばされちゃうんでハンガーごと。<ー> <laughs> で あのー、今のところ2着飛ばされてて悲しいえ何それもうなくなってんのうん、どっか行っちゃって、マジか両方とも自由で買ったんだけど、<laughs> だからこう、それの代わりでライトオンの2900円のちょっと働いて買ったから、<ー>ちょっとハンガーも変えて、こうがっちり飛んでいかないハンガーにそうやつを買おうかなって気分で、ね、ハンガーの問題なのか、なんかね、もうちょっと、ハンガーの、あれ、根元ごといくの 全部もうハンガーをかけるじゃないですか大物干しみたいなこの棒に。で布団用の洗濯ばさみって百均とかであると思うんですけどハンガーをあれでガシャッてすると自分のところ棒のところに輪っかがついてて輪っかにかけるタイプなんですよ。けど通されちゃって。 輪っかの方がなんかしっかりしてそうだけどでもまあ案外なんか風強いとこう普通に落ちるんだけどハンガーなるほど <laughs> <ー>風強い日に干すなって感じなんだけどハンガー問題解決してくださいじゃあすみませんでした頑張ってくださいはいすみません加藤野ちゃんはなんかあります CD ですかねあ<ー>あ<ー>。先日ついに復活しました ゲスノキアニオトメさん全部いっちゃった全部いっちゃったねアルバムを発売延期されていたアルバムを先日購入してきましていいですねいやアルバムって結構いい値段するもんねそうですね4五0 0 0円ぐらいかなあでも3000円ぐらいで買いました三千3000円ぐらいだと思うよアルバムはい初回限定とか初回限定でに行っていた全然関係ないんだけどさ 星野源ののアルバムさオオーーディコメンリ率くああそんな入ってんのんかさミュージックビデオとか YouTube で見てるとさ真ん中に絶対こうオーディオコメンタリーとか流れてくるあ映像いや違うオーディオコメンタリーそう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 どうも星野源ですとか。オーディオコメンそリーうそ分そうお前人のオーディオコメンそリーで何言ってんだよみたいな。そう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  全然関係ない話だけ俺ねこの前予約したんだけどついにさ「君の名は」のさブルーレイはあついに来たんだあれ再生環境ないのに 4K んちゃらなんちゃらのコレクターズセットみたいなの買っちゃって1万4000円ぐらいすごいねブルーレイ5枚セットみたいなんかねんでそんなあるみたいなやつをねそんな君の名は好きだったっけ だって俺言ってまあの本当にね見に行ってる人からするとあれだけど4回は見に行ってるからね俺からしたら結構多い方なんだよ4回4回は多いでしょ人の DJ をねマジかサウンドトラックも買ってるもんねうんマジかなやねアートブックとかも買ってるしねはあ大ファンだ本当に見てる人はもう2桁とかで見てるけど言ってるかもしれないねまあまあそれが大きい買い物でしたねはい 来週の2人がどんなもの買ってるかっていうのはねまた分かると思うんですけれども大体マミさん分かる大体そうそうのうことですそうそうそうそはではではではそんなこんなで朝からお疲れ様でした早い時間お疲れ様でしたありがとうございますというわけでここまでのお相手は THK3 年の吉川と THK3 年の長谷部と THK2 年の加藤と THK3 年の総の子でした それでは皆さん、さようなら